はい。えー、内需企業ですね。アナリストの鈴木さんの記事を見たいと思います。2023年の3月のやつですね。内需型産業ですね。まあ小売りとか情報通信ですよね。ささっと読み上げましょうか。8 2 6 7 4、えー、3 3 8 2セムアイホールディングスリセタン3099高島屋8233アパレルのファストリー 9983、しまむら8227、Mac とかそうっすよね、2702、インテリアショップと9843、ドラッグストア3088、ウェルシア3141、で、家電の3048、ファミレススカイラーク3197、サイゼ75イフォー7581、ルイホー8179、吉野家9861、 情報通信、NTT ですね。電信電話。9432、KDDI <laughs>。9433。ソフトバンク9434。オリエンタルランド4661ですね。住宅とかですね。積水 1928. 小建て、小建てなんだな。1928. 長谷港 1808. 林内5947。代金6367。ゼネコンね。1802。小林組。 1820、18 20トンネル工事の西松建設。ブリッジホールに5911、59 11内需管理。うん。これが今の石破さんになったら結構あるんじゃないかなっていう風に思いますね。あるというか、増えるかなっていう。僕も結構ディフェンシブで固めてるんで、今回もしかしたら恩恵得られるかもしれないですね。ぜひね、あの、投資やね、自己責任でありますけど、あなたの資産がね、倍増することを。 えー、お祈りしてますので、このね、まねくりさんの記事ね、あの、動画の概要欄に貼って、引用して、引用リンク貼っておくのでね、分析してみるといいかなというふうに思います。ありがとうございました。佐藤でした。